はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。南アフリカランドへのテクニカル分析を3分で解説します。8月14日までの週間見通しとなります。まずは結論から。はい、週足ボリンジャーバンド一目均衡表トレンドレス、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、週足ベースは上値の重い展開と考えております。続きまして、日足です。ボリンジャーバンド一目均衡表、明確なトレンドは出ておりません。ストキャスティックス、買いシグナルが点灯しておりますが、形状的にあまり強い形状をしておりません。はい、そういうことで、日足ベースも下目線と考えております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。はい、まずは週足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21週移動平均線ですね。はい、直近では方向感がありません。そんな中、ローソク足と言いますと、上値が重い展開ということで、はい、週足ボリンジャーバンド、トレンドレスということです。はい、週足ストキャスティックス、変わりすぎの判断基準であります。80% ラインよりも上で売りシグナルが点灯、かなり強い売りシグナルが現在点灯中です。はい、こちら週足の一目均衡表です。ローソク足は雲の位置関係から明確なトレンドは出ておりません。はい、こちら、日足のボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21日移動平均線直近で真横を向いております。日足のボリンジャーバンド、トレンドレスということです。はい、日足のストキャスティックスは分かりづらいですけど、買いシグナルが点灯。ただ、形状的には、パーセント D、パーセントスロー D、ほぼ同じレベルで真横を向いております。買いシグナルの精度としてはあまり高くないと考えております。はい、最後、日足の一目均衡表ですね。ローソク足と雲の位置関係からトレンドレスということです。はい、それでは8月14日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは 7.40 レベル、7.40 レベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは 7.80 レベル、7.80 レベルと考えております。はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説を視聴キャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。はい、そういうことで、南アフリカランド円8月14日までの予想レンジです。7.40 レベルから 7.80 レベル、7.40 レベルから 7.80 レベルということです。はい、ポイント、軟調、下落、止まらずということで、南アフリカランド円、先週も軟調に推移、今週も上値の重い展開ということです。はい、そんな中、週足、日足のボリンジャーバンド、一目均衡表、トレンドレス、週足、ストキャスティックス、強い売りシグナルが点灯、日足のストキャスティックス、買いシグナルが点灯しておりますが、形状的にあまり強い形状をしておりません。そういうことで、南アフリカランド円8月14日までの見通し、チャート形状的には上値の重い展開と考えております。南アフリカランド円8月14日までの見通し、チャート形状的には上値の重い展開と考えております。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。